皆さんこんにちは、険しひでです。皆さんはですね、その化粧品を選ぶときにどんな風にして選びますか？今日もたまたまですね、お客さんと話してたんですが、どの化粧品と出会うかということ、いわゆる人生というのは誰と出会うかということが決まるというふうによく言われますけど、このご自身の肌にとってみたら、どの化粧品と出会うか、これによってですね、非常にその、運が上がるわけです。ご存知のように化粧品メーカーって何千社ってあります。だからこう自分たちの知らない以上のですね、化粧品メーカーたくさんありまして、しかもそのメーカーが一生懸命頑張ってですね、化粧品をたくさんこう出してるんですけどね、その中でも自分に合ったいい化粧品に出会うか出会わないか、もう本当に安っぽい化粧品でものすごく効果のないものを一生懸命つけててもですね、時間の無駄ということになります。一番この効果のある一番的確なですね、そういう化粧品と出会うためにはやっぱりそのアドバイスをしていただけるどんな人に出会うかっていうのも大事だと思うんですね。僕は今までいろんなものをこう試してきた中で、自分が感じるものの中で今一番これがいいですよということはやっぱりお勧めしたいです。だからといって他のものが全部まずいということはないんです。ただ僕が一番これがいいというものに対して、お客様がそれをいかに素直にですね、素直にですよ、どうせそんなこと言ってもまた聞かんでしょうとか、シワなんかなくなれへんでしょうとか、そういうね、疑心暗鬼の感じでですね、疑ってたらですね、いつまでたってもこれどの化粧品を使ってもですね、やっぱり効果っていうのは半減すると思うんですね。ですのでやっぱり出会った人と、そして出会った化粧品に本当に素直になってですね、信じて使ってもらいたい。これはもうとにかく僕らのこのプロ意識の中で、せっかく出会った商品をお客様に勧めるんですから、そこら辺は自信を持ってお伝えしたいと思います。ということで、まずは化粧品を選ぶときはとにかく、信頼できる人から買って、そしてその使うときはとにかく素直になって、よく聞きますようにという自分で暗示をかけながら、感謝してね、使ってもらいたいと思います。はい、素直が大事です。頑張ってください。それではまたお会いしましょう。険しひででした。